チャオ、ゆりこたえがです。皆さんこんにちは。今日は久しぶりにパスタ動画を撮りたいと思います。イエーイ。この前1個だけ食べたんですけど、今回3つが揃えました。ただセブンイレブン、ファミリーマート、そうローソンないね。これってミニストップ、初めてミニストップのパスタ見たんですよ。え、なかなかない？え、わかんない。もしかして地方の方がミニストップがあるんだけど、東京どうかな、あんまり見ないですね。を初めて食べるんだけど、でこれなんか全部違うみたいね。全部ボンゴレパスタんだけど、製麺だったらアサリのボンゴレビアンコ、もともと白いワインで作ってるっていうことね。でこれはスパゲッティ、ライティ、サルテ、アサリ、何がいい。でも海苔が入ってるから結構日本風って作れてるんじゃないかなって思ってます。あとこれはもう海苔がついてる、アサリとキノコ、ジャパニーズスタイルパスタ。おお、これ面白そうやね。ね、何の味したの？やっぱり全然2つともなんか見た目と味が違うな感じよし、今日はこの3つで食べたいと思います。で、ボンゴレパスタはね、一応は私の実家の近く、ジェノバという、私はね、出身はどこですかって聞かれるときに大体いつもジェノバと言うんですね。でも実はジェノバじゃなくて、ジェノバの近いんです。で、ジェノバにめちゃめちゃ近いんだけど、まあ本当誰も知らないちっちゃい町なので、ジェノバはやっぱり港の町なので、ボンゴレとかアサリ大人気なので、まあそこに一番美味しいんじゃないかなって思う。だからジェノバとナポリ有名なディッシュらしいんです。よし、それでは食べたいと思います。一番最初どうしよう、やっぱりセブンにしようかな。よし、じゃあセブンから食べたいと思います。結構良さそう。なんか広い広いし、ボンゴレめっちゃあるね。1、2、3、なんか数えられない。お、めちゃめちゃ多いな。美味しい。結構シンプルな、一番シンプルかな。でも美味しそう。いただきます。よいしょ。あー、めっちゃボンゴレめっちゃなんか柔らかい。忘れなくていいかも。いや、ちょっと忘れた方がいい。おお、あ、でもやばいあー、でも結構、まあイタリアだったらこれはちっちゃいのスープはね、ワインだけど、うん、おー、おいしい。これ、なるほどね。あ、でも結構アサリがすっごく味する、なんだろう、お魚の味する。シンプルんだけどしっかり味もしてるし、ちょっとソルティな感じするんですね。ちょっと塩が、うん、でもパスタ、スパゲッティもなんかちょうどいい。いや、すっごく柔らかいでもないけど、すっごくアルデンテもでもないから、あ、これが好きっていうか、本当アサリが多い。これね、なんか嬉しいやな。アサリとかさ、そういうなんとかパスタにさ、結構多めに入れてもらって一番嬉しいよ。本当にパスタがあって、たまに日本で本当3個ぐらいしかなくて、もう見てる瞬間に超寂しくなるよ、それ本当に。うん、でも全然美味しいやな。うん、一番シンプルだから、もしかしてその後は全然違う。本当それはなんか白ワインソースみたいな感じで、オリガノ、これの緑のやつとアサリだけです。で、これ初めてミニストップです。やべえ、ミニストップのパスタ全然食べたことないから、ちょっと不安っていうか、
どんなものなんだろう。一瞬、みんな一瞬じゃないと言ってるんだけど、ではないね。見た目はこんな感じで、なんかのりもついてるんですね。で、なんか下にそんなに多めではないけど、ちょっとだけソースがっていうかある。もう匂いだけも違う。それはもうちょっとあさりっぽくて、これはなんでわからないけど、私だったらレモンな感じする。塩かな。よし、いただきます。なんだろう、え、なんでこんなに違うんだろう。あー、え、あ、でもこれは日本っぽい、日本っぽい、いろんな意味で、なんだろう、多分海苔かもしれないし、でもパスタの味も全然違うし、アサリの味も違うから、説明も難しいんだけど、例えばセブンと比べると、セブンはなんかイタリアン風で作ってる、これは日本風で作ってる。なんか悪くではないけどね、な、多分みんな好みで味的にはどうかなって。でも甘い、こっちのアサリがめっちゃ甘い、そっちはなかったね、ちょっと塩っぽくて、これは薄い塩の味してるから、なんでだろう、私ちょっと甘い感じしますね、やっぱり。うーん、面白いこれ。よし、じゃあ今ファミリーマートの方に食べてみたいと思います。よし、で、これはこれって何、この赤いやつ、これペペロンチーノかな。すごい、結構ペペロンチーノと玉ねぎと、あれ、きのこと、また玉ねぎとアサリ。めっちゃ美味しそうやなこれ。おお、でやっぱりここもソース、すっげえ匂いしてるねこれ。いいわ、私はね、キノコ大好きなので、キノコを取りたい、キノコを取りたいな。はぁ、ダメか、おい、あ、うん、結構味がね、結構あると思う、このパスタは。っていうか、めっちゃ混ざってる、いろいろ。トゥトゥル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 トゥ、あ、美味しいけど、結構やっぱり玉ねぎが入ってるから、結構玉ねぎの味がしっかりしてる。あ、熱い熱い、うふっ、これあれ、なんか美味しいは全然美味しいんだけど、でも私は思ったより味が薄い、ちょっと薄い、優しいかな、一番優しい、だからあんまり塩っぽくもないし甘くもない、いい、まあちゃんといいミックスしてるんじゃないかなと思う。例えば玉ねぎとかきのこ好きな方は絶対これをおすすめしたいなと思ってます。でも、きのこどこ？きのこもちょっと、きのこもちょっと欲しいな。きのこ、きのこ少ない。きのこ少ない。でも優しい。これが女性的な方が好きそう。これ。女性っぽいかな。めっちゃ食べる。ということで、
私のランキングも決めたと思います。あーってイタリアっぽく日本っぽくミックスな感じしてる。結構私は味的にはね、やっぱり西麺が一番美味しかったです。本当本物イタリアボンゴレはこんな感じ、シンプルで塩っぽくて結構味が濃くでもシンプルな感じが一番です。イエーイ。2番目はね迷ってたんだけど、私は味的にはこれが好きだった。なぜっていうと本当いい感じのミックス でこれはファミリーマートだったね。なんかちょっと多めんだけどいいミックスしてるじゃないかなって思ってます。で最後はね、今日はね初めてミニストップ食べたんだけど、美味しくなわけではないけど、なんだろう味はね、なんかこういうちょっと甘さな感じするのは私はちょっと苦手っていうか、あんまり自分のボンゴレパスタ思い出さないから、ちょっと3番目 になります。ではありがとうございます。よし、これということで、これよりこタイガーパスタのランキングでした。イエーイ。で次のパスタは、まあ、どれにしようかな。よかったらおすすめとかあったらぜひコメントに書いてください。それでは、今日は以上なんですけど、オフ会の時にいろんなファンから自分のパスタも作ってみてくださいとかリクエストがすごく多かったから、まあ料理があんまり得意じゃないよ、みんなはよく知ってると思うけど、ちょっと次は頑張ってやってみようと思ってます。イエーイ。あと最後、コミケに売る予定だったの写真数2サイド、私はちょっとまあかわいいとアンドセクシーなツーサイドのコスプレ写真書を作ったなんですけど、今やっと日本のためにサイトブーブーと作りました。イエーイ。だから今から注目しても OK だし、すぐ届けるようにタイム入りありますので、よかったらこちらにチェックしてください。ぜひ待ってます。また次の動画に会いましょう。またね。チャオー。